僕は選挙の名水くん。選挙のことなら任せてね。このビデオでは投票所の様子や投票方法などを分かりやすく説明するよ。それでは早速スタート。まずは投票の流れを見てみよう。入り口で手指消毒をして、受付の名簿対象係で郵送されてきた投票所入場整理券を渡し、本人であることを確認してもらいます。受付が終われば投票用紙が渡されます。その時に使い捨て鉛筆か消毒済み鉛筆かのどちらかを選んでください。記載台の前には選挙種別ごとの候補者名や政党名が書かれた氏名等掲示紙が貼られていますので、その中から選んでいただければ結構です。投票用紙に候補者名などを記入したら投票箱に投函してください。以上が投票の流れとなります。投票の仕方は分かったけど、字が汚いのでちゃんと読んでもらえるか心配。あるいは画数の多い漢字を正しく書ける自信がないといった方もおられると思います。ここでは模擬選挙の例を見てみましょう。この模擬選挙には豊中のぞみさんと利根山かおるさんの2人が立候補しています。どちらの候補者も画数の多い漢字があり、この通りに記入するのは難しいかもしれません。豊中のぞみさんに投票したければ豊中またはのぞみと、また利根山かおるさんに投票したければ利根山またはかおるとひらがなで記入すれば大丈夫です。画数の多い難しい漢字を無理に書き写す必要はありません。誰に投票しようとしているのか、その意思が明確に分かれば有効票になります。なお候補者名などを記入しようとして間違えたりうまく書けなかった場合は、二重線を引いて余白部分に改めて書き直してください。何度も失敗して余白がなくなったり汚れたり破れたりしたときは、投票所の職員にその旨を申し出てください。きれいな投票用紙と交換いたします。次に、自分では候補者名などを記入することができない方のための投票方法を紹介します。病気や怪我、その他の事情により自分で字を書くことができない場合、代理投票という方法があります。代理投票を希望される方は投票所の受付で職員にその旨を申し出てください。まずは代理投票を申し出た本人およびその方の補助者、介護者などからお話を伺わせていただき、意思表示の方法について確認させていただきます。わかりました。あと、介護者の方なんですけれども、記載所の方まで、一緒に、選挙人の補助者、介護者などが選挙人に代わって投票用紙に記入したり、投票する候補者などを提示したりすることはできませんが、選挙人の状態などに応じて選挙人のそばで見守っていただくことは可能です。確認方法の打ち合わせが終われば、あらかじめ決められた投票所の職員2人が選挙人に付き添います。職員1人が選挙人の意思に従って投票用紙に候補者名などを記入し、
もう一人が間違いないか確認します。はい、こちらでよろしいでしょうか。はい、それでは記載内容を確認した後、はい、選挙人自ら投票箱に投函していただきます。足気をつけてくださいね。こちらが投票箱です。2つのどちらでもいいですから、そちらに投函ください。ありがとうございました。他にも目の不自由な方には点字投票という方法があります。各投票所には点字用投票用紙と点字機を用意していますので、受付でその旨をお申し出ください。ご自身の使い慣れた点字機をお持ちいただいても結構です。なお、点字投票を行う選挙人には投票所の職員が補助を行いますので、付き添いで来られた方は選挙人のそばで見守っていただければ結構です。はい、いいです。ご清聴いただきありがとうございました。投票所でお待ちしています。